はい、株式会社ティムコです。ですね、今年のですねティムコフェンウィックの目玉はですね、エイシスですね。ベンチキャスティングロットがですね、8モデルで、スピニングモデルが5モデルで、トータルで13モデルの展開になります。でですね、マテリアルの特性なんですけれども、今回、3種類のマテリアル特性用意しておりまして、1つ目がですね、高弾性の、グラファイトにアラミドベールを組み合わせて、でさらにバット部をナノ補強した、ハイストレングスアラミドベールデザイン。で2つ目がですね、中弾性グラファイトをベースに、アラミドベール補強して、なおかつナノ補強を施したハイデンシティアラミドベールデザインで、3つ目がですね、ピュアカーボンだけであえて、作り込んだ非常に高感度で、軽量な、ハイセンシビティナノアラミドデザインという3つのマテリアルで構成したシリーズになってます。でですね、大きな特徴としましては、今までのフェンウィックっていうのは、1つのマテリアル、単一マテリアルに対していろいろなモデルがこう入っていくようなイメージで構成されてたんですけれども、今回のエイシスに関しては、釣り方ですとか、あとはテクニックに応じて適材適所で、ブランクスを、選定して作り込んでいったと、そういった構成になっています。